ng ano, ng safari zoo. Bibisitahin namin yung mga kamag-anak namin doon. So, samahan nyo kami guys sa aming paglalakbay, sa aming adventure. Family day adventure. So, see you later guys! Philippines no tunnel, diba? Half? Batangas. Tagaytay to Batangas, eh. Like that. Haba ng taan. Thank you.
So, hello guys, we are here na at Nazu Safari Zoo. You know? Here na. Naulan! So, let's go inside, guys! The lion! The Lion King! You can get inside naman pala eh. Okay. の動物ふれあい広場の方ではウサギやモルモットやカピバラなどの小さな動物撮影は自由にできますが、落としてしまいますと拾うのがかなり大変なことになりますので、スマホやカメラなどは落とさないようにご注意を願います。
常の哺乳類ではゾウやカバについて2番目に大きな動物ですが、時速40キロもの速さで走り込むこともできます。前の方から近づいてきたキリンは女の子のキリンで、アルミちゃんと言います。キリンの舌は40センチから50センチくらいあり、長い舌で高い木の上の方の葉っぱも絡め取るようにして食べています。キリンの左の方から来た小さい方のキリンは男の子で、3歳の子供のキリンがマッチクと言います。はい、ありがとうございます。これは直接手渡しで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。キリンはビスケットが大好きですので、ビスケットを窓から刺すと目から食べてくれます。キリンの背丈はオスで約5メートル、メスで約4メートルほどにも成長します。キリンは首の長い動物ですが、キリンの首の骨の数は人間と同じで7個となっています。先ほど睡眠時間の話でトラは15時間、ライオンは20時間眠ってると言いましたが、本当にキリンは睡眠時間のとても短い動物で、キリンの1日の睡眠時間はおよそ20分間と言われています。はい、次のエリアまで移動します。
ンガワの檻の中にいるのはシロオリクスと言います。シロオリクスは伝説の生き物のユニコーンのモデルとなった動物とも言われています。長くて尖った角が高く売れたため乱獲されてしまい絶滅危惧種となっています。そして次はクジャクもいますのでクジャクの前まで移動します。左側のクジャクはシロクジャクとインドクジャクとなります。シロクジャクはインドクジャクの突然変異の白人種と言われています。クジャクは羽が綺麗なのはオスの方で、オスのクジャクは繁殖期の4月から6月頃になると綺麗な羽を広げてメスによくアピールするようになります。はい、少し先にエミューもいますのでエミューの前まで移動します。Tapos ng aming paglilibot, kita na namin yung mga ano, hindi pa namin nakikita. First time. Ito kami ng store. Baka may pabibili kami. Just.
Next time, guys. Bye!